とか。はい、まあね、ライブ前のルーティーン、なんかあったりする人いる？いや、ある。私もある。うん、ない。ないんだ。ない。ないよね。え、でも必ずなんかこれやらないとさ、落ち着かないっていうかさ、気が済まないから、ね、そうそうそう、ある。テトリス。テトリス。特集？特集だった。参考にしないでいただいて、これは たまになんで、たまに時間が余った時にテトリスやるぐらい。あ、なんだろう、なんか結構やっぱライブ前ってさ、その集中したりとかさ、精神統一的なことをやりたくなるんだよ。うん、わかる。うちの場合だと、ライブ前はあのひたすら一人で鏡見ながら、あのリップロール、タングロールやってるね。そう、を絶対ずっとやってる。わかるかな、リップロール、うん、タングロール、プルってそう、プルーとか、プルルとか、プルプルとかっていうのを必ず一人でやるようにしてる。これであのとりあえず体を落ち着かせて、心を落ち着かせて、今日もいけるっていうのをつけてるかな。みなとは？私はあの電車の中から始まるんだけど、うん、私 あのルーティーンって、あの電車乗っててイヤホン、私ノイズキャンセリングのイヤホン使ってるじゃん、うんうんうん、あれでとあるアーティストさんのバッチバチ あの曲をまず聴いて、うん、あの精神統一をし、その後まあ、ライブ会場着いて楽屋入るじゃん。楽屋入ってから、まあ、あのここがいろいろと全員でわちゃわちゃ用意してる時に、私は一人であのイヤホンしてずっともう目つぶって、そうだね、確かに、ことが多い。寝てんのかなって思った時起きてはいるんだけど、あの確かに確かに基本的に人と喋らない、うん、あんまり。そうだね、割とここでなんか、うんうん、かな、そうね、じっとしてるね、確かに。そうしないと落ち着かない。でテトリス。テトリス。でもさ、3人で必ずやることがあるじゃん。あるね。あー、いった。グーじゃね。いった。グーじゃね。グーだったしかも。グーだっけ？グーだっけ？グーだっけ？見たよ。せーの、えいえいえい。はい。これいつからやってるんだっけ？最初から。そう、最初からやってる。最初から。ドン引きされたよね。あ、王じゃないんですね。スタッフさんもやりますかって、ね、あ、やりますやりますって気軽に乗ってきてくれて、そうそう、一緒にね、せえいえいえいって言った瞬間に、あ、王じゃない王じゃないんですねって言われたね。そう、でもなんか王よりこっちの方がうちららしくて気合が入る。そうね、気が抜けるんだよ、確かに。そうそうそう、緊張がほどけるみたいな、うん、最近ちょっとナーナーになってきて、あ、そうそうそう、えいえいえい、あ、待って、今日やってなくないやつは、えい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 、あ、なんだよね、最近。そう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 、ちゃんと毎回のルーティンにしてここでは、うん、いつかね、あのライブ開始前にね、みんなでね、それではエンジン組むぞってマイク入れてね、うん、そう、あの SE 中にえいえいでみんなでえいってやりたいなって思います。そう、みんなが言った後にうちらが言う、うん、えいとタイミングちげえぞって、あれ、ずれてますけどって。ひどい演者、この二人。この二人ひどい演者だよ。ってことでね。ってことで、皆さんのなんか大事な前のルーティンとかある方はぜひコメント欄に書いてください。そして、チャンネル登録、高評価、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。以上、私たち、ビーブギークでした。バイバイ。東京ハンド。えい、えい。ナイキ。